平野仕様の大手自動車企業との契約。背後に潜む戦略とは ?CM ギャラ破格。平野仕様、自動車業界参入で起こる広告戦略の近く変動。驚きの展開。平野仕様がファストフード店の CM から一転して、大手自動車企業と契約したというニュースが業界を騒がせています。この衝撃的なキャスティングにより、業界関係者やファンたちは、その舞台裏に潜む戦略に興味津々です。 なぜ平野市業がファストフード店を飛び越えて自動車業界と契約したのか、そしてその契約にはどんなビジョンや戦略が隠されているのか、詳しく見ていきましょう。この衝撃的な契約には、平野市業のファンたちだけでなく、広告業界やマーケティング専門家も注目しています。ファストフード店の CM から一転して大手自動車企業と契約することで、新たな市場への進出やターゲット層の拡大を狙っているのかもしれません。 一つの業界から別の業界への移行は、ファンからの期待を一気に高め、注目を浴びる一員と言えるでしょう。平野仕様の魅力は、その広告出演においても存分に発揮されています。インスタグラムのフォロワー数や若い女性層の支持が彼の広告価値を大きく左右しています。さらに、彼の積極的な姿勢や高い意欲は、クライアントにとって非常に魅力的な要素となっています。広告業界では、 ヒラの仕様がもたらすブランドへのプラス効果が期待され、競争が激化していると噂されています。一部報道によれば、ヒラの仕様の今回の契約に伴う CM 出演料は破格の6000万円程度と言われています。これは一般庶民の年収に匹敵する額であり、広告業界の中でも注目すべき金額となっています。彼の所属事務所の取り分や各クライアントとの交渉においても、 独自の交渉力と戦略が働いていることでしょう。平野紫耀の出演量が高額であることは、その実力と影響力を物語っています。また、平野紫耀が出演したデジタルハリウッド大学の CM も大きな話題となっています。この CM は、毎年新しい挑戦をするアーティストを起用するというキャンペーンで、今年は平野紫耀が登場。 その CM が一つのテレビ放送で大きな話題を生み出し、ネット上でもトレンド入りするなど、驚異的な反響を呼んでいます。この成功には、平野の仕様の人気だけでなく、CM 内での発言や関連商品の売り上げなどが影響していると考えられます。平野の仕様の新たな広告展開は、ファンや広告業界にとって大きな驚きと期待をもたらしています。そのキャリアの展開や選択には、彼独自の戦略やビジョンが垣間見えます。 今後、どのようなプロジェクトに挑戦していくのか、ますます注目が集まることでしょう。彼の成功は、単なる広告出演だけでなく、異種のムーブメントを巻き起こす可能性を秘めています。平野仕様の新たな一歩に期待しましょう。